ちは。今週のアフリカニュースで今週は、令和元年の5月、今日は7日になります。今週のニュースをアフリカニュースをいくつか紹介したいと思います。まず一つはラマダンが始まりました。これお祝い、お祝いラマダンおめでとう。ラマダンムバラクというみたいです。でラマダンは今年は、5月の6日月曜日から始まりました。でこれは西洋 の, この固定のカレンダーとは違ってイスラムの暦で、その 月の動きによって変わるらしいので、その毎年変わるやつなんですね。で新月があったその次の日とか、なんかそういう感じで始まるらしくって、でニュースを見ていると、読んでるとどうもそのなんか月の満ち欠けだって、その先のことも分かりそうなもんなんですけど、どうも直前に決めるっぽいんですよね。ドキドキしながら、ね、今週いつ始まるかなって。そうそうそうだニュースもちょっと前のニュースだと何日ごろって絶対アラウンドなんとかっていう、この固定の日付じゃなくて、サウジアラビアの偉い人が明日からですって言ったら明日からっていう、なんかそんなノリっぽい感じがします。それってそのアフリカのいろいろな国で共通のものですか？うん、共通のはずなんですけど、なんかそのニュースを見てるとガーナではやっぱりムスリムの国務長官の人が月曜からやりますみたいな発表をしてるっぽかったり、ベースはサウジっぽいんですけど、まあ、国にの、イスラム教の偉い人が発表なりなんなりをしてるんじゃないかなと思いますが、ちょっと分かりません。でラマダンっていうと、まあ、日本語にすると断食で、この知らない、ね、私たちからすると、断食って辛いって感じなんですけど、どうもお祭りっぽい、お祭りとかおめでたい感じなんですね。夜明けから、夕方、その日が出てる間は、まあ、水も飲まない、ご飯も食べない、でまあ、喧嘩とかもしないで、そのチャリティーの気持ちいい人になってるっていうことらしくって、預言者ムハンマドはその地獄への扉が閉じて天国への扉が開いてる期間っていうのがラマダンの期間みたいなので、こうやっぱおめでたい感じっぽいですね。まあ、やるのは基本的にはムスリムの人はやると思うんですけど、病気の人とか高齢者とか旅行中の人、妊婦さんとかは、まあ、やらなくていいっていう風になってるみたいで、まあ、柔軟に対応されているルールのようでございます。で毎日午後夕暮れからはちょっとしたお祭りみたいで、夜はご飯食べて、で1ヶ月終わった最後のご飯が、そんな単語は読めませんけど、イフターかな、それはもう本当に盛大なお祭りみたいで、そうそう、友達とか親戚に会ったらおめでとうって言って、で遠くの親戚にもこう電話しておめでとうみたいな、結構アフリカの人みんなこう電話をすぐするイメージがあるんですけど、まあ、そのノリで電話しておめでとうって言うんだと思います。そういう、聖なる期間なんですけど、聖なる期間が今始まっておりますというラマダンニュースでした。はい、で次のニュースがですね、そのアフリカのニュースサイトを見ててもしょっちゅう出てくる南アフリカとかナイジェリアとかケニアとか、そうエチオピア、イケてる国とほとんど出てこない、多分小さくて弱い国があるんですけど、ほとんど出てこない方の国で、シエラリオネという国が西にあります。そこのお話です。シエラリオネってちょっと言いづらいんですけど、そこに大学がすごい昔からあるそうです。それが1827年から、日本だと江戸時代なんですけど、あそこはイギリスの植民地だった関係で、まあ、そういうことがあるらしいんですけど、まあ、そういう古い大学がありますと。でそこの大学寮があって、それの工事をしているというニュースなんですが、その工事が、まあ、何年もやっていて学生が入れないと。で遠くに住んでる学生は、まあ、街中に部屋を見つけるのも大変みたいで、通勤に時間がかかるから朝早い授業に出れないという話になっているそうです。2010年ぐらい
にそのリニューアルのために1回学生をこう出したんですけど、そこからまあずっと入れないみたいで、確かに困るみたいで、だいぶ回収は進んでるそうなんですけども、まだ 100% 終わってないらしくって、トイレの蛇口が壊れているとか、ドアを直したのに盗まれたとか、そういう事情があるみたいで、学生の皆さんは早く寮できてほしいと言っているそうです。シエラリオネのニュースでした。でもう一個が、ビーガンの話。ビーガンはベジタリアンの厳しいやつ、多分お魚とか肉とか卵とか牛乳もそうそう食べない。アメリカとかヨーロッパだとその辺がこう、なんだろう、先端的な人たちの間でこう流行って意識高い系、うん、意識高い人の間で流行ってる感じなんですけど、まあアフリカでもちょっと流行ってきてるよっていう話です。これは南アフリカのニュースなんですけど、そのビーガンをやってる人とかビーガンのレストランの人の話で、その実はアフリカにとってはそのビーガンっていうのは新しい考え方じゃなくて、まあ、もともとアフリカ人は昔からビーガンなんだよ、それに戻っただけだよって言ってる主張の話です。でアフリカのご飯ってそんなに肉を使ってるわけじゃなくて、例えば南アフリカだとなんかトウモロコシと豆の料理だとか、ガーナは豆とプランタンっていう多分バナナみたいなやつだと思うんですけど、あと、ケニアはチャパティとか野菜の煮込みとか、エチオピアの料理もまあビーガンですよという話です。で昔は南アフリカでもそのビーガンの集会とかは白人層、ちょっと上流の人たちだけだったのが、今ではまあそうではなくなってますよっていう話で、でこの間全然別のニュースでも見たんですけど、ビーガンって世界的にやっぱり増えてるみたいで、その食料供給のこの先の不安とか、あとまあ肉を食べることで肉を作るためのエネルギーが多分すごいかかるとかっていう感じで、意識高い系の人たちは特にビーガンになってるみたいなんですけど、まあ、そういう波が多分アフリカの方にも今影響してきておりますよという話でした。以上です。ありがとうございます。10分ぐらい。